ということで、今回はね、クラウドしてるので、こちらを頼みたいと思います。早いんですけど。前、あの、かっぱ寿司に行って飲んだんですよ。美味しかったんです。早く行きましょう。それで今回は、浜寿司とね、くら寿司に、ね、また新しく出たということで、今回はくら寿司に乗っています。売り切れ。売り切れじゃないよ。2人に頼んで。そこにあった。いい、頼んだ。うん。タピオカ、タピオカ。じゃあ、リミちゃん、タピオカ、あ、そうそうね。2個じゃあね、しーちゃんタピオカミルクティーで、ママが抹茶頼む、うん、で、抹茶ミルクが1杯注文する、ね、はい、ありがとう。じゃあ、りみちゃん何を頼むの？あとさ、次これね。じゃあ、いっぱい頼みましょう。大トロって美味しいの？大トロも美味しいよ。そう、どっちがいいかな、ママ。どれ？これいくらか、ナムさん両方食べたらじゃん。ちなみに今日はね、あのパパが遅いので女3人女子会です。リミちゃんがまた一気に注文を始めてますね。麺とかもいいんだよね。そう、じゃあ食べる。でもここいくらあるんだよ。そうそう、くら寿司はね、お寿司の種類はね、そんなに多くないんだよね。ただこのなんか麺とか丼系とかがめっちゃ多い。お待たせ。あ、珍しい。あれ？いつもキュウリさ、リミちゃん食べないじゃん。私にくれるのに、うん、大好きなイクラちゃん来ました。リミ、醤油かけなくていいの？醤油ね。どう？イクラは美味しい？そのまま。うん。これ。お、リミさんのまた来ましたよ。200円だから取っちゃダメだ。100円で200円だから頼めた。早っ、もう入れるの？いいよ。早いね、溜まってから入れたら。え、まあいいけどさ、美味しそう。ママもこれ食べようかな。美味しそう。はい。今日はマグロも好きだけど、今日はサーモン派なんだよね。みんなどっち派？マママグロ派断然。リミは？マグロ美味しいよね。でも今日もマグロ食べようかな。マグロがでかいね。どう、美味しい？このサーモンも来ました。やっと私のが来ました。え、行きましたよ。リミ、うん、どっちも派ね。どっちも好きだよね。決められない。いただきます。どう？美味しい？美味しい。トロサーモンの方が美味しい気がする。そうなんだ。今それ何？トロサーモン。うん、美味しい。チーズ、しーちゃんの。これ何？チーズカルビ。炙りチーズカブリ。カブリ。カブリじゃない、カルビ。カブリになった。はい、タピオカ来ました。こっちが抹茶で、こっちがミルクティー。すごいね、なんかめっちゃおしゃれじゃない？これおしゃれ。え、これ普通のカフェで出てくるさ、やつじゃない？ね、全然違う見た目。ね、
やばいね、これね。じゃあどうする、しほちゃん、ミルクティー行ってみますか。行ってみます。じゃあママはこう抹茶を、なんかストローの色が違うね、うん、もうこのお皿からさすがに出して、おしゃれ、こんな感じ。お、タピオカどう、こんな感じです。おお、え、結構なんか濃い濃い感じ。かわいい、めっちゃかわいい、かわいい、ありがとう。そうじゃん、ブロッコリーサラダが来ました。ブロッコリーサラダ、おいしそう。いただきます。はい、どうかな、どう、おいしい。上はなんかサクサクしてる。うん、おいしい。タピオカにちゃんとやっぱしっかり味が、すごい甘いね。でも甘い、あ、これは甘いわ。この前行ったところ、かっぱ寿司より甘いかも ね。すごいしっかり味ついてね。まあでもほんとカフェのタピオカみたい、普通に。カフェだよね。うん、おいしいね。これ寿司屋じゃない。これが、ご飯じゃなくて大根サラダみたいな感じになってるやつ。これ美味しいよね。大根、ママ大好きなんだよね。大根、そう、ご飯じゃないの、ヘルシーなの。大根に、あ、リム持ってくる。ご飯じゃなくて大根になってる。食べる、美味しいんだよ。めっちゃ美味しい、これ。ママも大好き。食べる、リミも大根好きだよね。なんでか食べてみな。いや、ちょっと食べてみな。結構ヘルシー、美味しいよ。美味しかったらまた今日も飲むから。ヘルシーだしね。美味しかったら全部食べていいよ、また頼むから。帰ってきたよ、いまいち普通。サラダ好きの人にはね、うん、めっちゃ見てるけど、あれ食べたかった？こぼした。醤油？もう一個頼む？うん、もう一個頼む。ママの2回連続もらうと。どれ？え、一皿投げたじゃん。あれ？何皿か入れたよね。さっき入れてなかった？入れてた。2枚入れてるよ。ちゃんとカウントされてんですよ、リミちゃん。嘘ついて一皿しか食べてないとか言って、これもぐもぐ一番に食べてるタイプだもんね。うん、リミちゃんに食べられたので、ママが注文したやつはあります。で、ママもちゃんと注文、ママもちゃんとまた頼みます。怒ってんの。納豆巻きが来ないの珍しいね。なんでだろう。なんで食べる。なんで食べる。どんな食べたいけど。どう食べる。いいよ。エビ天いいですよ。エビ天。うん。エビ天いい。エビ天。エビ天にした。いいよ。そう、エビあげようか。うん、天ぷら。うどんが来ました、しほちゃんの。
けてよ。おいしそう。ちょうちょちょまい。ちょうちょむきあって。すごいね、2本も入ってんだね、エビが。むきあってたね。1本あげるよ。いいや。仲良くうどんを食べてます。すごい、でも結構大きいエビ入ってんじゃん。大丈夫？みーちゃん、暑いからね。おいしい？めっちゃ温かくて美味しい。おいしい？できた。ねえ、衣だけ食べてるのに。パパのって言った今。パパの。パパの何？なんでダメだよ、ピールそんなこと言ったら、ちょっと。ちょっとレディーがそういうこと言わないの。もうびっくり仰天。ね。ね、やばいよ。パパ。そういうこと言わないの。もうキンクだよ。しほりみチャンネルはこういう、そういうね、チャンネルじゃないので、これってね、下ネタ禁止ですよ、下ネタ禁止。これ足なんだ。うん、そう、足、パパの足。パパの足は細いじゃん、これ、こんな細くないでしょ。今指だと思った。あ、パパの指。強引だね、強引。同じじゃん。じゃあリミの指でいいじゃん。もどうしてわざわざパパで例えようとするの。はい、完食。飲み終わりました。甘かったね、ちょっとね。甘かった。なんか上に乗ってるクッキーが最初は美味しいんだけど、やっぱ最後の方はちょっとね、甘いってなって。オレオの、オレオのなんか砕いたやつみたいな黒いやつ。それがなんか、甘い。そう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 。ダメだこれ。ダメだこりゃ。今日当たりませんね。残念。もうバッテリーが 3% しかないので、ここでちょっとお別れしたいと思います。タピオカどうでしたか？美味しかったね。でもちょっと甘かったね。甘いのほか甘かったね。ね、かっぱ寿司の方がまだ良かったかな。まだ甘くなくて、やっぱなんかもうすごい凝っちゃってるからね。上にさ、クリームとさ、クッキーの砕いたやつがあってさ、ね、ね、まあ、美味しかったけどね。かっぱ寿司はね、ミルクももちもちしてるし、ミルクティーもそんなに甘すぎなかった。甘くもないし、茶葉の味もしないの。うん、ちょうどいい感じ。甘かったけど、ミルクもちもちしてて美味しかったね。はい、じゃあ今度は、かま寿司にもちょっと行ってみたいと思います、はい、いつになるかわかんないけど。そうだね、いつなんだ、うん、はい、じゃあちょっとデザートね、ゆっくり食べてから帰りましょう。明日行かないわ、明日。今日はたまたまさ、パパがさ、仕事でさ、遅いっていうのと、しほちゃんのね、習い事だったから、もうそのままね、今日夜はダンスだから食べに来ちゃいました。で、どこに行くって言ったら、二人とも、スシローって最初言ったんだけど、スシローいつも行ってるから、リミちゃんが。リミスシローって言ったよね。リミちゃんすぐスシローって言うから。ダメ？うわー、すごいぐちゃぐちゃ。食べれるかね？まあ、頑張って食べましょう。バイバー。電池がない、もう 0%。 グミ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 ペア。感じたおやつが甘い。